はい、こんにちは。すすきの2代目社長、青チャンネルのお時間です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。このすすきの2代目社長、青チャンネルではですね、すすきので飲食店を経営する2代目社長が、すすきのの情報を発信していくチャンネルになってますんで、最後までご視聴の方よろしくお願いします。お願いします。新年明けて1回目の撮影なのでですね、2023年行ってよかったお店、ご紹介させていただき、ぜひ皆さんにも2024年行ってもらいたいお店5つ、すすきのでご紹介させていただきます。北海道外からとか転勤とかで引っ越してきたばっかの方がすすきのでどこお店行ったらいいんだろうって迷うと思うんですよ。地元でも結構お店選びって迷いますよ。あ、そうですね。だってまあもちろん口コミとかめっちゃあるけど、なんかむずいっすよね。自分で口コミ見て全部選ぶの難しいです。なのでですね、そんな方のために、時間がない方のためにですね、僕自身が5つご紹介させていただきますが、全く責任は取りません。勝手に個人的に選んだお店なんで、ジャンルごとにご紹介していきたいと思いますので、最後までご視聴の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、1個目のジャンル、王道行きましょうか。はい。一番聞かれるの、ジンギスカンどこ行きますかっていう。おー。ジンギスカン、これはすすきの、やっぱり気になりますよね。めちゃくちゃ悩む。僕がまず一言目に言うのは、ハッセンさん行ったらどうですかって言います。ハッセンさんです。来ましたね。来ました。で、何がおすすめかって、まず、塩ジンギスカンが圧倒的にうまい。これ1個目ポイント。で、その1個目に付随する話としては、その塩ジンギスカンに辛みネギを一緒に食べるっていうね、辛いネギ、オリジナルの。あれはもう抜群に美味しい。僕が好きなのがね、椎茸かな。めっちゃでっかい出てくるの。椎茸とネギ。これもうまい。で、炭焼きで焼くんで、ジンギスカン鍋とかじゃないんですよ。もう、その炭焼きでしっかりとこう、ネギとか椎茸を焼いて、もやしとタレを食べるジンギスカンじゃなくて、大人な顔ジンギスカンって感じ。なんで僕、ハッセンさんおすすめです。二つ目。これも聞かれます。ラーメンどこ行きますか？聞かれますね。めちゃくちゃ聞かれるよ、これ。答えてるのはね、キフーさん。おー。輝く風、キフーさん。我々がやってる、その北海道ジンギスカンエゾヤの隣にあるんですけど、はい、この間 YouTube で行った時は、はい、男性におすすめのがっつり味噌食べたでしょ、はい、食べたんですけど、僕好きだったのは女性におすすめのコク味噌の方だったんですよ。あ、僕もです。あ、やっぱり。僕もコク味噌が好きです、ね。ですよね。はい、マイルドでまろやかじゃん、あれ。そうですね。それが美味しいなと思って、なんか普段って結構並ぶんですよ、夜。うん、で、僕行ったのがちょうど並んでない時間帯の夕方時だったんで、さって食べて。出たんですけど、キフさんってもともと違う場所にあったみたいなんですけど、はい、あそこに移転してきてからさらに多分人の目につくようになって、そうですよね、なんか人気がさらに増してる感じですよね、うん、ぜひコク味噌食べてほしいです。カウンターしかないんですけど、場所も分かりやすいところにあるんで、ぜひ行ってみてください。はい、続いてね、焼き鳥。これやっぱり地元の方も当然行く機会が多いと思うんですけど、私がおすすめしたいのはですね、ヒゲさんというお店さんで、私たちの本社にも結構近いんですけど、店内がまずおしゃれ。なんか結構ね、暗めなんですよ。あ、そうなんですね。で、多分ね、カップルさんとかデートとか合コンとか、うん、なんか男女でこう行っていい空気感のある居酒屋ってイメージです。焼き鳥を食べてみたら、めっちゃ美味しい。だから好きになって、また行きたいなって思っちゃってて、その焼き鳥がちゃんとボリュームあって、1本250円ぐらいからだったんだけど、魚も、刺身系もうまかったの。魚のなんかこう漬けみたいなのがあって、それめっちゃ当てにあった。お酒の当てに一回じゃこう満喫しきれないような居酒屋さんなのかなと思って、ヒゲさんいいですね。はい、なんかまた行ってみようって思ってるお店さんの一個です。はいはい、ヒゲさんおすすめです。勝手におすすめです。続いて、すすきのでおすすめしたい2024年おすすめしたい居酒屋、オイルさん。おー、おいっす。これも、なんか嫌ですね。北海道ジンギスカンエゾヤが入ってるビルの地下1階にあるお店さんで、はい、めっちゃ人気店でした。なんでかって言ったら、中華が中心なお店さんなんだけども、あ、そうなんですね。そう。女性のお客さんすごい多くて、めっちゃ安いわけでも多分ないと思います。だけど、クオリティめちゃくちゃ高い。なんかね、印象に残ってるのは、マグロの漬けのやつ、醤油漬けっていうか、紹興酒漬けなのかな、あれ。とか、麻婆豆腐じゃないですか、僕ら食べてきたのって。はい、麻婆豆腐で育ちましたよね、皆さん。その中にね、白子が入ってるんですよ。タチ。北海道でいうそのタチ。マダラの白子。絶対美味しいですね。これ僕人生で初めて食べたんですけど、そこのお店さんで。はい、めっちゃうまかったです。これはね、一回行ったことある人とか連れてきてもらったことある人が、なんかこうどんどんリピートしてる感じしますよね。また行きたいお店さんです。2024年僕もオイルさん絶対行きます。また、オイルさん行ったことない人おすすめです。最後ですね、5つ目。寿司、海鮮で言うとですね、私はいつもこう答えますね。ちょこっと寿司さん行ってくださいって。おすすめです。ちょこっと寿司さんおすすめ。なんでかっていうと、海鮮は結構難しいっすよね。人におすすめするの。幅が広いっすよね、まず。その、カニを食べたい人もいれば、刺身を食べたい人もいて、寿司も食べたい人もいて、飲むじゃないですか、すすきのって。はい。お腹もいっぱいになるじゃないですか。なりますね。だけど、海鮮今日食べそびれたとか、季節の寿司食べたいなってあるじゃないですか。はい。そんな時におすすめちょこっと寿司さん。締めで食べる時って、席に座らないといけないじゃないですか。もちろんもちろんそうですね。ただちょこっと寿司さんって普通に立ち食いなんで、そうそう、サクッと入ってサクッと帰れる立地にあるっていうのがまたすごいいいと思います。本当にリーズナブルなお寿司屋さんなんでかなり美味しいです。はい、おすすめでございます。ちょこっと寿司さんどうですか？ここまで5店舗紹介させていただきましたけど、まだまだでも知らないお店ってたくさんありますよね。確かにまだまだね、すすきの3000店舗って言われてますから、はい、飲食店行ったことないとこ僕もめちゃくちゃあるんで、2024年もたくさんこうすすきのね、お店行ければなと思ってます。はい、はい。ぜひ皆さんのすすきので、ここは行った方がいいですよってお店さんがあればですね、特にね、僕が知りたいのは居酒屋さん。居酒屋さん結構知りたいです。5000アンダーぐらいでこう軽く、フラってこう、入れるような、はい、そんなような居酒屋さんおすすめ聞きたいですね、皆さんの。聞きたいですね。うん。ということでですね、やっぱりこの青チャンネル、2024年もすすきのの情報を発信していくチャンネルとしてですね、これからも継続して頑張っていきたいと思いますんで、ぜひ皆さんもチャンネル登録とですね、おすすめのお店あればご紹介していただければ、ぜひ私行かせていただきますんで、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。ぜひその時はですね、青チャンネル見て、このお店行ったよって言っていただけるとですね、私自身も励みになりますんで、はい、ぜひお伝えいただければと思います。お願いします。はい。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。今年も1年よろしくお願いします。青チャンネル。はい。